はい、皆さんこんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。皆様いかがお過ごしでしょうかということで、昨日からですね、少しね、寒さの方も和らぎまして、日中は非常にね、暖かいんですけども、今日はね、風が強くてですね、なんかその、気温の割には寒いね、体感温度的には寒かったんですけども、皆さんのお住まいのところはどうでしたかね。この土日ですね、東京の方では、20度を超えるということでね、非常に暖かくなるというね、予報が出てるんですけども、それがね、過ぎるとですね、もうめちゃくちゃ寒くなるという感じでですね、そういったことをね、繰り返しながらね、こう冬になっていくんだなということでね、スキー場のところもね、スキー場もね、オープンをし始めてるところも増えてきましたし、冬到来と、真冬になっていくよと、いったところですかね、ということでね。今日のお話はですね、フラミンゴを取り上げてみたいと思います。こうね、もう非常にね、もう淡いピンク色でね、こんな体色の生き物がいるんだっていうことでね、非常に綺麗な生き物、優雅な生き物代表という感じでですけども、このフラミンゴですね、の体色実はというところと、足そうなんみたいなね。そういった話をちょっとしたいなと思うんですけども、このフラミンゴはですね、名前の由来はラテン語の炎を表す、言葉なんですね。燃えるようなピンク色で、数千から数百万羽にも及ぶ大きな群れをね、作るんですよ。で、住んでるところはですね、アフリカとか南米の、このね、アルカリ性の強いね、塩湖とかですね、そういった特殊な環境に、生息しておりますし、日本各地の動物園でも、飼育されておりますよね。それぐらいですね、非常に綺麗な生き物代表みたいな感じでですね、今、よく動物園でも見かける、そういった、鳥なんですね。で、このね、群れがね、飛び立つね、光景はですね、世にも美しいので、ナショナルグラフィックとかですね、ナショナルジオグラフィックかな、そういったね、生き物を取り上げたドキュメンタリー番組ですね。必ずと言っていいほど、登場するですね。代表的な、美しい、動物なんですね。で、このね、くちばしも特徴的で、下に曲がったくちばしで水中の小さな生き物を食べるんですね。甲殻類とか、珪藻類、藻類とかも食べていると、いったところなんですね。で、くちばしはですね、フィルターのようになっておりまして、獲物だけをより分けられるように、してましてですね、頭ごとガンってくちばしごと頭ごと水中にね、頭を突っ込んでね、ジャブジャブしながら、上下逆さにして突っ込んで、腰出して、食べていると、いうことなんですね。で、しかもですね、眠る時も片足で立つということですね。バランス感覚がね、非常に抜群なんですね。で、そういった特徴があるんですけども、よくね、動物園とかで、たびたびですね、お客さんからですね、足が関節の反対に曲がっているよっていうね、声をね、よく聞くそうなんですね。でもね、これ、ね、心配はね、いりません。これね、フラミンゴの足なんですけど、これ特徴的な形をしてるんですけども、実はですね、私たちがフラミンゴのね、膝だと思っている部分、ここが可動域でね、カクカク曲がってますけども、これがね、反対方向に曲がったりとか、自分たちの感覚では膝逆の方向に曲がってるけど、いや、大丈夫なみたいな。その方向を曲がって大丈夫なんですかっていうのは、我々の感覚なんですね。で、我々が見ているフラミンゴのその膝だと思っている部分はですね、実はね、かかとの部分なんですね。で、鳥ってね、大腿骨が非常に短いので、膝が非常にね、短いですよ。羽毛によってね、隠れてるんですね。なので、我々が見ているフラミンゴのカクカク曲がるその部分は、我々の感覚だと膝かなって思うかもしれないけど、位置関係的にね。それはね、かかとなんですよ。だから身長を測るときに、かかとをくっつけてとか言いますよね。だから、フラミンゴに身長を測ってって言うとですね、長いその曲がる部分をつけて身長を測るんで、実際には低くなりますよね。そこかかとだから。なので、あそこね、かかとなんですよ。ね。なので、さっきも言ったけど、フラミンゴに限らずですね、非常にですね、鳥類は大腿骨が短くなっているので、膝や太ももの部分は羽毛の中に隠れてしまっているので、外からあんまり見ることができないので、あれは膝ではなくね、かかとという部分ですね。で、さらにフラミンゴは特に足が長いので、より目立って見えてしまっていると、
まあ、言ったところなんですね。これがですね、フラミンゴの実話というところの、まあ、第一個なんですけども、で、第二個目はですね、退職ね、もうこれね、びっくりしますよ。フラミンゴね、生まれたばかり、生まれた直後はですね、グレーっぽい色をしてるんですよ。うん。で、ヒナの時に毛が生え変わると、ピンクになると思うじゃないですか。違うんですよ。白色になるんですよ。ね。なので、フラミンゴは、初めから、あの淡いピンク色、燃えるような炎の、ラテン語でフラミンゴって言うけども、実は、あれね、生まれつきでもないし、生え変わったらピンク色になるかってそうじゃなくてですね、実は白色なんですよ。白ミンゴなんですよ、実は。ほんまの色はですね。じゃあなんでピンク色なんていうことなんですけども、まあ、これはですね、特定の色素を含む、まあ、プランクトンとか、まあ、甲殻類、さっきもね、甲殻類食べて言いましたけど、甲殻類とか、藻類、珪藻類とかを食べることで、徐々に体がピンク色になるということなんですよ。ね。なので、それを食べないとですね、体の色は元の色に戻るということで、まあ、白ミンゴに戻るということで、あのね、綺麗な淡いピンク色、燃えるような、あの色はですね、実は食べてるものによって色がついてるということなんですね。まあ、あの鮭とかもですね、白鮭とかも、アスタキサンチンをたくさん含む甲殻類を食べることによって、まあ、サーモンピンクっていうことで、まあ、身がね、あのピンク色になりますけども、実はそのフラミンゴもそうで、食べてるものによってあのピンク色になってるということなんですね。で、この食べるだけで色変わんのみたいな、そんなはずないやみたいな感じで思いかもしれませんけど、我々もね、カロテノイドを多く含まれるものね、を食べすぎるとですね、人参とかカボチャとかみかんとかね、この、冬になるとですね、こたつに入ってみかんっていうのはね、まあ、セットで語られますよね、日本のお正月みたいな感じでね。で、みかん食べすぎたやつ、なんか、爪の先とか指先、なんかオレンジ色じゃないみたいな感じの場合が、まあ、肌感覚としてね、皆さん、そういう経験あるじゃないですか。ということで、なんかこうさ、食べすぎると、カロテノイドのものを、多く含むものを、たくさんずっと過剰に食べすぎると、我々もなんかちょっと色変わってきたみたいな感じになりますよね。まあ、それとまあ一緒なんですよ。なので、フラミンゴも、食べてるものが、特定の色素を含むものを食べているので、ああいう風にピンク色になるということでね、食べなければ元に戻って白いなと。まあ、そもそも白色なんですね。まあ、フラミンゴっていうのはね、ということでね、あのフラミンゴの、カクカク曲がる部分はかかとだし、実は白ミンゴっていうことで、あのピンク色は食べてるものによって変わるよというお話をしましたということで、今日はこの辺にしたいと思います。それではいつもさよなら、バイバイ。